果たして彼らは。さあ、もうラスト2つになりました。巨色の夜行きましょう。白昼の また神宮寺が主役に戻るっていう感じになりますかね。とある春の日の午後、出先で一仕事を終えた俺は愛車で新宿へと戻ってきた。あとは事務所に戻るだけだな。こんなね、新宿のど真ん中で止めるスペースがあるのかっていう。うん。あれは後方走ってる車は突然歩道に乗り上げたんだ。しかもそのまま止まることなく走り続ける。いや、この止まんなくて車はまずいよ。真ん中じゃん。できるだけ都心で車は走りたくないんだよね。うん。幸いにして暴走車による怪我人は出ず、被害は俺の愛車だけで済んだ。ああ、そうなんだ。うん。そういうことで、これから警察に行かなきゃならないんだ。事故の参考人としてな。帰りは遅くなるかもしれない。お、振り返るとそこには青白い顔をした男が立っていた。うん。同い年ぐらいだ。俺だ、朝倉だ。大学の時ボクシング部だった。朝倉拓馬、俺が大学時代に所属していたボクシング部の同期だった男だ。あの大学以来になるだろう。10年ぶりぐらい。そんなにでも割と若いんだね、神宮寺。さっきは助かったよ、ありがとう。じゃあな、神宮寺、また。どうした？誰かに追われてる？朝倉を追っている？そんな考え頭をよぎったときに、朝倉もライダーも姿も俺の視界から消えていた。ただの偶然なのか、それとも。そんな答えが出ることなく、妙なざわつきだが俺の胸の中に残った。神宮寺君、お手柄だったな。事故の参考人として管轄の新宿淀橋署に同行した俺を熊さんはそうねぎらってくれた。熊の三蔵警部、俺の長い付き合いの友人だ。知ってる人だったらまだ安心できるよな。あの暴走車の運転は町田慎吾23歳。どうも危険ドラッグの類をやっていたようだ。ドラッグ、それであんな暴走したのか。そうね。もう最近だったらその薬とかいうよりも、あれが多いよね。その、認知症とかの、老人の運転による事故の方が。まだこんな馬鹿げた事故が起こるとはの、最近また多くなってきたな。ここ1年では警察の厳しい取り締まりによって だいぶ麻薬や危険ドラッグによるトラブルが減っていたのだが、気になることか。うん、ほんのつかの間再会した友人、気になるというのは広く気になるか。まあでも、そのやましいことがあるんだったら、そんなね、大学時代の同期とかそんな気安く話しかけないと思う。でも追われてたっていうのはちょっと気になるよね。誰だ？
M と表示されていた。 M 登録者覚えない名前だが、この携帯は俺のじゃない。一見よく似たデザインだが画面の表示内容が異なっていた。考えよう。嘘、その短い間に。分かったぞ。あら、どうする。出る。俺は朝倉の友人だ。あいつさっき会った時手違いで携帯が入れ替わってしまったようで、2時間ほど前だが靖国通りで、うん、実は朝倉さんと連絡が取れないの。だから私彼のことが心配で、だから私すぐにでも彼と連絡が取りたくて。何か彼について知ってることはない。そういえば彼女の名前も朝倉との関係も聞かなかったな。朝倉と親しげではあったか。考えよう。そうだよな。どういう、なんだろう、こういう関係があって、まあ、どういう仕事してるのかもわからない状況だね。そうだよな。もはや友人とも言えない。何かトラブルの最中だったかもしれない。そういえば使ってみよう、うん、スケジュール帳と称されたアプリ名を俺は面倒。西新宿 SC、 まあこれ行ってみれば分かるかもしれない。飲食店も入ってるらしい。49階にアネモニという店が入ってる。どうやらクラブのようだな。うん、あら、なんか前にも見たことあるようしな。まあでもドアマンっていう一般人だよ。申し訳ございませんが、当店は会員の方以外のご遠慮、ご入店を遠慮したす。一つ教えてほしいのが、今日は朝倉という男はここに来てないか。朝倉拓馬というんだが、貴様あの男を知っているのか。なんだ。うん。どういうことだ。あいつはこの店で何かしたの。ああ、俺は朝倉の知り合いだが、あいつはこの店で何か問題を起こしたのか。どういうつもりでここに来た。いやつから何を聞いた。詳しく話せ。うん。まさか朝倉の名前出しただけでそんな結束変えられるとは思いもしなかった。何も知らないのか。知るか、あんなのすっと。どういうことだ。話せることない。邪魔だ、帰れ。そんなさ、盗っ人呼ばわりされるような人物がさ、なんか気さくに話してかけてくるようなもんか、普通。盗っ人というのは単に何かの比喩と考えられるが、もし盗難が起こっていたらとか、情報を得るには。どこに行くか。うん、明治組になる。言いたいことがあるんだが、そんな気安く来れんの。 S シビル、あ、聞いてますよ。今日の昼過ぎあなたに何やら騒がしかったです。大勢の男たちが焦った様子でバタバタ走っていた。3時頃考えよ。俺が歌舞伎町で靖国通りで朝倉と会ったのは確か4時頃だったな。西新宿か新宿駅方面に向かっていたのは歌舞伎町に来たことと矛盾しない。例えばだが、朝倉がアネモニで何かを盗んで大勢の特派に追っかけられることになった。そしてその最中に歌舞伎町で俺とばったり会った。
妙に急いでたけど話しかけてきたってことは本当に盗む予定だった。そうだな、それならあの時朝から妙に急いでた様子だったこともクラブの店員から盗って呼ばれされてたことになると思う。あの朝倉が盗みの働いたとは正直信じられないという個人的な気持ちはあるが、でもなんか10年も経ってりゃあった風貌とかさ、どうするか。だって自分が探偵やってることすらあっちだって知らんかもしれないし、まあ会ってないんだったらね。実は SC ビルに入ってるアネモニというクラブの店員から俺の友人が盗っ人だと言われたんだが、もしかしたらこの騒動と関係のあるかもしれない。俺も詳しいことは分からないんだがな、友人とは今連絡がつかないと思って正直心配なんだ。ホステスを一人知ってる、誰が経営にかかってるかぐらい知ってますよ。この辺りの店なら天論という外資系グループをご存知ですか。そこに金を出してるようです。だいぶ羽振りがいいようで。これからあるそうで、レイキというバーに行ってください。そこにカホというホステスがいますんで。まあ詳しさなら神宮寺負けてない。さて、バー行きましょう。君がカホさんか。今店の方は大丈夫なのか。分かる範囲でじゃあ頼む。クラブが昼にも営業してるのは珍しいな。昼キャバというのは聞いたことがあるな。ああなるほど。あなるほどね。逆にね、夜の仕事が人が多いから。来ているようだな。あいつはクラブで盗み働いたのか。どうしてあなたがそんなこと知ってるの。詳しいことを知ってるわけじゃない。ただ朝倉と連絡がつかないという話を聞いて心配して探してみたら、いろいろ不穏な話が出てきたな。本当のところを確認させてほしいんだ。確かにあの人お客さん荷物を盗んだのよ。なぜそんなことした。私も直接その現場を見てるわけじゃないんだけど、朝倉さんはうちにお客として来ていて、それがどうやらビップルームに忍び込んでお客さんは荷物を盗んだそうよ。しかし朝倉が客として来たというのは、あいつはクラブの会員なのか。もう半月くらい前、美咲が行方不明。その美咲さんっていうのは、いなくなった理由分かってんのか。店長確から怪しまれてる。盗みを手引きしたから逃げたんじゃないかって。朝倉さんがビップルームに忍び込むため、店の人間が手引きではないことをできたことだしね。そういえば店長、彼女の更衣室でロッカーまで漁ってたわ。もし無実だったらかわいそうにね。ロッカーに彼女の荷物が残っていたのか。ああ。中東系の男の人って感じだったわ。多分かなりのお偉いさんよ。店長たち今まで見たことないってぐらい腰低くしてたし。知られたら何かまずいことでもあるんだ。バーを出た俺は歌舞伎町までやってきた。アネモニで何で起きたかは大体把握できた。一度 M に連絡を入れてみるか。もうなんか普通に連絡取ってるけど。使ってみよう。どうするか。君は美咲というのか。
実はさっきあれもそうか、あの M はそうだったの。調べたんだ、実は俺探偵でな。確かに私が美咲よ、本当によく分かったものだと思うけど、状況的にその可能性が高そうだと思ってな。あとは君がこの携帯に M と登録されているから美咲の M じゃないかと単純に思っただけだ。とにかく君が美咲ならいろいろと聞きたいことがあるんだが、盗難について。聞きたいこと。VIP ルームのお客さんとどうしても会って話したいことがあるから部屋に入れてほしいってそう頼まれたわ。もちろん他のお客様はあの部屋に入れるなんていけないことだと思ったけど、浅倉さんに頭を下げられたらそんな妙なことをする人じゃないと信じていたし。なるほど。ああ、そうか、共犯と思われるから。そうだ、どういう、そもそもどういう関係？彼は私が前にいたお店のお客さんだったの。それで今のお店に、ああ、はい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 。まあそうだね。美咲がホステスだって話だし。君は今どうしてるんだ？ああ、誰も見つからない。ろくに話もせず、ただ逃げて隠れることしかしないとは。よほど店が怖いのか。あのクラブには何かあるのか。入れないし。私お店にバッグを置いたままにしてしまって、それを何とか取ってきてほしいんだけど。ああ。そうだろうな。お店の営業時間は鍵も開けっぱなしなんだから、無用事な。その部屋はどこにあるんだ。うん。リスクは大きいが。最低でも被害者が誰で何を盗まれたかぐらいわかるかもしれない。リスクはあるが、事件を調べには一番手っ取り早い方法か。そこで美咲の荷物を取り返せば、彼女を助けにもなる。どうするか。ってなれば、もう行くしかないか。まあ、情報提供のためにっていう感じで。じゃあ、裏口へ。金庫みたいな。机の中が怪しいじゃない。CODE と書いてある番号か。おお、従業員リストに。27歳、本名は小野寺美咲というのか。姉も兄は2ヶ月前に言って、それまでに別の店にいたんだ。サーム・アシフについての情報はないだろうか。ああ、このボード？今日の日付のところに12時50分だって。なぜわざわざ色を変えて、うん、これってマジで色を変えてんのか。この時針が全く動いてないな。壊れてるのか。どうするか。10時で止まってるね。指紋の跡。どうするか。じゃあ起こしてみる。あら、うわ、これは完全当てないとダメか。
っと待てよ。この4色のこれが関係ありそうだよね。あ、この色ってことは0521、5時21分ことだな。うん、色通りに攻めていけばいいってこと。どうするか。もしや扉が開いた。そこに小さな袋が開いている。確認しよう。小さなビニール袋にはサンプルと書かれた白がある。中には黒い錠剤が入っている。何の薬だ。ファイルには BD 売上リストが書いてある。大体販売個数、売上なのか日付ごとに記載されていた。これは BD というものが売った記録だろうか。そして BD はこの袋に入っている錠剤か。でも中にあるものが調べたら BD が気になる。女の爆弾、もしやこれが。ああ、これは美咲のものだ。よし、延長だ。やばい、ムーブムーブ。よしよし、間一髪。それから人目につかない SC ビルを少し離れた路地裏までやってきた。周囲には誰もおらず、ようやく一息ついた。何？盗む気か。あのライダー確か朝倉と別れた直後に見かけた。まるで朝倉を追ってるように見えた。なんだ？あれは。あら、なんか黒ずくめのライダーってなんかな、イメージがね、なんか身を隠せるからね。うん、ルフェイスって。なぜオレンジ？どういうことだ。振り返るとこちらに向かって走ってくる警官姿で。今警察に事情聴取を受けたら、おそらく厄介を行うが、時間を取られるだろうし、下手をすればさっきビルに忍び込んだことがあるしかない。ようやく少し落ち着くものを感じた。さっきのライダーについて考えてみるか。一体あいつは何者だったのか。なぜあんなことになったのか、一つずつ考えていこう。まずなぜ俺は狙われたのか。考えよう。やっぱりそうなのか？普通に。自分のせいなのか？クラブ関係者。あのライダーは俺が朝倉たちと朝倉のことをまるで追ってるかのように現れたあのライダーだよね。うん。確か経営者は、SC ビルのオーナーでもある天論という外資系グループの話だったな。ヤクザかマフィアか、とにかくあのクラブにはユダ社会が関わっていると考えているべきだろう。その正体を突き止めなくては。真実を突き止めなければ。となるとバーにまたお世話になると。はい、カホさんにお世話になりましょう。すまないが、またアネモニについて話を聞かせてくれないか。
聞きたいことは。店長の部屋の金庫で見つけた謎の文字 BD、 そのことを聞いてみるか。え、動揺してる。この反応、少なくとも BD は大きな声で反する代物ではないようだ。おそらく売上リストと一緒に金庫に入ってたあの黒い錠剤のことだろう。考えよう。もしかしてこれ、あれが違法ドラッグ、麻薬の類を店で売ってったようだということを知っている。改めて言うが、 BD について知っていることを教えてくれるか。ブラッディダスト、新種の合成麻薬だそうだ。使うと肺になるらしいけど、私はやったことないから詳しいこと知らないよ。ブラッディダスト、俺もその手のことには詳しくないが初めて聞いたな。出回ってる場所限定的というか。聞きたいこと。ヤクザやマフィアの類がいるんじゃないかと我々は考えてるんだけど、私はケイン・テンロンっていうグループがかかってくることぐらいしか。そのブラッディダストは具体的にどうやって店で売ってるんだ、お店で直接は売ってないそうよ。警察に踏み込まれた時まずいからでしょう。店の中でやってるのは多分代金のやり取りぐらいじゃないかしら。ちなみにブラッディダスト以外で店で扱っている薬物は他にはない。まあそんなに関わりはないということね。正直悩んでるところ、いくらお給料が良くても裏で薬売ってるような店なんかにかからない方がいいでしょうし、ちょっと背中を押してもらえた気分にありがとう。バーを出た俺は歌舞伎町へとやってきた。どこに明治組にも行ってみる。すまないな、たびたび。アネモについていろいろ調べてるんだが、あそこで麻薬を密売してるようだ。ブラッディダスト、何か知ってるようだな。ネズカルテルが扱ってる物です。あの国際麻薬密売組織の。ご存知でしたか。さすがに名前くらいかな。以前から存在していたようだが、話を聞くようになったここ数年のことだ。世界各地に拠点を持ち、今急激に勢力を広げている組織、そう聞いたことだ。あそこが日本にまで進出してきてるという。どうやら日本にも奴らの拠点があるようです。具体的なところまでは掴めてませんがね、それが新宿にあるんじゃないかと私は睨んでいるところです。聞きたいことは。今日は眠りで盗難の被害に遭ったビップ客の中東系の男だそうだ。偽名を使っている。アネモニはブラッティダストだけは店で扱っているのだ。ネズカルテルと何らかの関係があるという。もうめっちゃカタカナ出てくるんだ。アネモニの実質経営者である天論グループはおそらくネズカルテルの方にすごいよね。これむしろ噛まないでよく言えんなって思う。天論がネズカルテル天論がネズカルテルのフロント企業。アネモニでブラッティダストを扱っているとなると間違いないでしょう。ネズカルテルの指示でアネモニはブラッティダストを持ってすごいよな、このこれマジニュースで読むのも大変だこれ。つまりアネモニのバックにいるのはネズカルテル。俺を狙ったのはネズカルテルの手のものかっていうことだ。すげえ言いにくい。また新宿が厄介なことになっているようですね。薬局がなくなったと思ったら、かつて歌舞伎町を中心にヤクザを中心した薬物の密売ネットワーク、いつスーパーにあるような薬局じゃスーパーにあるような薬局ではなくね、警察による大規模の取り締まりを受けたことで効かなくなるまでには至ったんだが、薬物をしのぎにしていたヤクザは新宿で力を失いました。ですが皮肉なもんですね、それがその連中に巻き招きをせることになったんでしょう。海外のね、いろんな連中が虎視眈々と新宿のドラッグ利権を狙ってるようですよ。密売のネットワークを握ろうとしてるからな。うちとしてはたまったもんじゃありませんがね、もし連中に襲われたら。